まず E ラインについて説明します。 E ラインというのは横顔を向いた時に鼻と唇と顎が一直線になることを E ラインと言います。ラインよりも口元が出てたりとか顎が引っ込んでたりとかすると、まあ、E ラインが揃わない。主に顎の時に言われるポイントです。鼻と唇っていうのが基本的に問題のない位置であることが前提になります。例えば鼻がすごく低いとか高いとか唇が出てる出てないとかで E ラインを作るととんでもない位置に顎が来ることになりますので、あくまでも鼻と口が問題のない場所にあった場合に顎の位置がこの一直線上に来ると綺麗だというのが E ラインになります。でこの E ラインっていうのを、まあ、揃える方法として、顎が出てる人が E ラインというのは悩まないですね。通常はこう顎がこう引っ込んでる人が E ラインを整えたいということで相談に来られると。で顎を出す方法としてはヒアルロン酸で前に出す、シリコンプロテーゼを入れて前に出す、顎の骨を切って前にスライドして出すという、まあ、水平骨切りという方法を行います。3つから選ぶということですね。一番手軽に行えるのがヒアルロン酸になります。でヒアルロン酸は、まあ、気に入らなかったら溶かすこともできますので、プロテーゼ入れたりとか骨を切って前に出すという手術をする前にちょっとシミュレーションしたいよという方には、まあ、やってみていいんじゃないかなと思います。でこのヒアルロン酸の種類なんですけども、たくさんのヒアルロン酸ありますけども、基本的には顎というのはこの皮膚の厚みがあって重たい場所になりますし、こう喋ったりとかした時にこの顎というのは動きます。食べたりとか口を閉じたりとかする時に動く場所なので、固めのヒアルロン酸を入れないとこの E ラインというのは、まあ、綺麗な形を作ることはできません。柔らかいものを入れてしまうと横に逃げてしまって太い顎になってしまいます。なので硬いヒアルロン酸を入れることをお勧めします。デメリットはですね、ここの顎の部分っていうのは筋肉があります。音外筋っていうのがあります。この音外筋が強く動いている方にヒアルロン酸を入れてしまうと結構動いちゃうんですね。この動く力によって顎のヒアルロン酸の形が崩されてしまって綺麗な形じゃなくなってしまう可能性があったりとか、顎の骨ですね、顎の骨が小さい方っていうのはこうヒアルロン酸入れてある程度大きくなるんですけども、どうしても針で注入できるぐらいの非常に柔らかいものなので、少量だったらですね、まあ、ある程度硬さは維持できるんですけども、やっぱり高くたくさん入れて高く積み重ねていくと強い力に加わってしまって、こう、まあ、不安定になって潰れるとか倒れてしまって変な形になったりすることがあります。でちょっとまあこれを図で説明したいと思います。音外の E ラインについて説明していきたいと思います。で先ほど説明したようにですね、 E ラインというのはどこの部分を指すかというと、鼻先と唇と顎が同じ直線上にあるのが E ラインということになりますので、まあ、これで言うとこういうふうになると E ラインが揃うということになります。でこれが、まあ、通常皆さん、まあ、当院とかに相談に来られる方とかは顎が短い、いろんなパターンがあります。でこういった方の顎を、まあ、E ラインに持っていかないといけないんですね。実は、まあ、あの顎の部分っていうのは、まあ、どういうふうな構造になっているかというと、顎のこう骨があって歯があってこういうふうな構造になっています。でこれをまず説明しますと、これが、下顎の骨と言います。この部分が、音外筋というのがあります。で音外筋っていうのが唇を閉じるときに使う筋肉になります。こういったあの E ラインが揃ってない方は基本的にはその顎が小さい方が多いんですね。顎が小さいとか顎が後退している方が多いです。つまり本来ここに来なきゃいけない、顎の先端が、まあ、ここだったりここだったりして、まあ、ここからちょっと離れちゃってるという方が多いですね。つまり顎がこう小さいせいで E ラインになってないわけですから、でこういった方というのはですね、
口が閉じにくい方が多いです。口が閉じにくい方はどこで判断しているかというと、この音蓋筋っていう筋肉が緊張してます、まあ、力が入ってるということですね。でこの顎の筋肉が緊張するとどういうふうな状態になるかというと、これは顎のですね、筋肉が力入ってる方の写真を持ってきました。顎先がデコボコする、これは、まあ、日本ではこの顎の梅干しじわと呼ばれています。で海外では敷石状変形というかですね、デコボコして、まあ、石畳のような状態になるというのを、こういった顎先の変形を表現しています。こういった筋肉が緊張している方が多いんですね。そうなるとヒアルロン酸はどこに入れるかというと、顎の先端にここに入れます。そうすると音蓋筋が緊張しているような方にヒアルロン酸入れると、ここのちょうど筋肉の動いているところにヒアルロン酸入れることになりますので、ヒアルロン酸が常に筋肉の動きの影響を受けてしまいます。そうするとせっかく、まあ、こういうふうな形で顎先を尖らせようと思って入れてたのに、だんだんと潰されて低くなっちゃいます。なのでせっかく顎をシャープに見せてたんですけども、だんだんと丸くなって太くなってくるということがあります。音蓋筋が強くなってる方は、おすすめとしては音蓋筋を弱めるためにボツリヌス毒素注射をすればいいと思います。すると音蓋筋の筋肉の緊張が弱められて、ヒアルロン酸が綺麗な形を維持できると思います。ボトックスの効果は3日から1週間ぐらいかけて出てきますので、もし可能であればヒアルロン酸を打つ1週間以上前にボツリヌストキシン注射を打つことをお勧めします。デメリットとしてはですね、音蓋筋は口を閉じるために動いているわけですから、注射することによって口が閉じにくいというような違和感を感じる可能性があります。ただこういった患者さんにボツリヌストキシン注射を打ったことありますけども、口が閉じにくくなる気がするということはありますけども、口が閉じれなかった方はいらっしゃいません。でヒアルロン酸はできるだけ硬いものを使うことをお勧めします。次にですね、音蓋筋の影響を受けるというのと、あとはこの土台となっているのがこの下顎の骨の、まあ先端になります。この顎の先端がしっかりしてないとヒアルロン酸を入れても顎はしっかり前に出ないということがあります。例えばこの顎の人がもうちょっと顎が小さかったら、当然ながらですね、こういったヒアルロン酸を入れるところがこう前面になってしまいますので、どうしてもこう入れるスペースが狭くなってしまいます。狭いスペースだとやっぱり大量に入れることはなかなか難しくなります。また中には顎の骨がこうちょっとこう少し立ってる方がいるんですよね。こういうふうに、そうするとヒアルロン酸を入れてもここに入れてもですね、この方向としてはこっち方向に出るんですね。で本当はこういう方向に出したいんですけども、これが出せないんですよ。前には出ない。ヒアルロン酸入れるとどうしても下に出てしまう。これだと何が起きるかというと、正面から見た時に顎がこう長くなっちゃうんですね。下に伸びてしまう。こうなると横から見た時にこうですね、まあ、イメージとしてはこうなってしまうんですね。ここにこうヒアルロン酸入れるとやっぱりこう、まあ、力の影響で下に下がるんですね。そうするとこういうふうな形になって、なんとなく顎先に、コブができたような状態になってしまいます。まあ、こういうふうにずっこける可能性もありますので、ヒアルロン酸はやっぱり柔らかいので、まあ、限界があるということですね。ヒアルロン酸はあくまでも少量であればいい方法だと思います。ただ高度な顎が後退している方、顎が小さい方に関してはヒアルロン酸で、まあ、なかなかいい結果を出すのは難しいと思います。固形の顎先を作ってあげた方がいいので、シリコンプロテーゼだったり音蓋の骨切りの手術をお勧めします。持続効果としては動きの強いところになりますけども、硬いヒアルロン酸を使えば1年から2年ぐらい持つと思います。ダウンタイムは注射系はほとんどないと思います。標的には ECC が
ヒアルロン酸っていうのもたくさんの種類があって、まあ、値段が安いものから高いものがありますので、数万円ですね、安いところでまあ 4,5 万円から、高いところでまあ十数万円だと思います。と入れる量なんですけども、 1cc はいらないと思います。まあ、通常ヒアルロン酸っていうのはおおよそ 1cc なんですね。なので 1cc 未満でだいたい足りる方が多いので、まあ、追加料金はかからないと思います。